なんだかすみません。こんなに集まってくれてるのに。歌手の方とかマスコットとかの方が皆さん嬉しかったですよね。本日明智さんには巷を賑わせている怪盗団、その捜査過程の実体験などをお聞かせ願えればと思います。尋問される側には慣れてなくて、お手柔らかに。あいつどこまで知ってんの？怪盗団を悪と言ったかと思えば、でも殺人はしてないと真犯人の目星がついてるのか、それとも怪盗団の正体に気づいてるのか。そこんとこうまく聞き出してくれよ、頼む。マコト、正直言ってどのくらい進んでいます？怪盗団の捜査、差し支えない範囲で。いきなり確信ついてきますね。差し支えない範囲ってことで話すと、テレビやネットに出てるのが全部です。まだ足取りはつかめていませんし、犯行の手口も未だ判然としません。なるほど。国家権力をもってしても逮捕は困難を極める、そういうことですね。あまり大きな声では言えませんが、まあそんな感じです。お答えいただきありがとうございます。ところで明智さんは怪盗団と殺人との関連を否定されたそうですが、怪盗団の不正義を訴えてきたあなたがなぜ殺人をしていないと言い切れる根拠は？尋問慣れてません。まるで女検事さんだ。失礼しました。私自身興味のあることだったので、つい。改めてお聞かせ願えますか？怪盗団を悪だと訴えていたあなたが怪盗団の無実を主張する理由を。まこちゃん畳みかけるね。質問攻め。これまで怪盗団に改心された面々は、奥村も含めいずれも劣らぬ悪党です。ならなぜ奥村だけが殺されなければならなかったのか。なぜなんです？その理由、少なくとも僕には見つけられなかった。だからこそこの件は怪盗団とは別だと考えるべきだと思うんです。それにもしもの話です。怪盗団が僕の知る彼らなら殺しをするなんて思えない。今の発言、警察はすでに正体を掴んでいると。いえ、警察もまだそこまでは。でも僕は目星ついています。怪盗団の正体。ハッタリだっての？声でかいって。嘘だよね。でも本当だったら。聞かないんですか、怪盗団の正体はって。本当にいいんですか、いろいろと差し障るのでは。あくまで試験ですし、ここで発表するぐらい構いませんよ。でもひょっとしたら、今日皆さんはマスコミや警察より先に真実を聞くことになるかもしれない。真実って、あいつ何言う気だ？すごい自信ですね。そこまでおっしゃるなら分かりました。ではお聞きします、明智さんが思う怪盗団の正体とは？バカか。いや、どうせ証拠なんてないはずだ。怪盗団の正体、それは皆さんもよくご存知の人たちだ。僕のだ。すみません、関わっている立場上携帯切れなくて。
ちょっと10分ほどいいですか。それでは恐れ入りますが一旦休憩といたします。10分後に再開いたします。マナー悪いぞ明智とかネットで叩かないでくださいね。どこか借りられます？体育教官室なら。君も来てほしい。話しておきたいことがある。昨日のお友達来てるんだろ。彼らも呼んでほしい。いいかな。仕組んだの？10分しかないよ。話って何？嘘。でっち上げだろうが。なんなら動画もある。ねえ、しらを切るのはやめようよ。君たちもあっちの世界に行けるんだろ。君たちだけじゃない。僕もあの世界を知ってる。向こうへ行くと格好が変わるのも知ってる。あの不思議な力のせいなんだよね。僕があの世界を知ったのは1ヶ月前。いつの間にかこんなものがダウンロードされていたんだ。おい、これナビ。アプリが起動したと思ったらいきなり周囲の景色が変わって、僕自身正直まだ信じられないよ。でもこの写真を見る限り君たちは随分慣れているみたいだ。黙って聞いてりゃ妄想で喋ってんじゃん。君たちは異世界で怪盗行為をやってる。同じ力を持っているからこそ僕は確信を持って言える。違うかい？認めてくれるね。実を言うとね、まだらめのあたりから君たちのことは気になっていた。でもまさかこんなことになるなんて。私たち殺してません。僕もそう思ってる。確証があるの？それは僕が別の真犯人を見たからだ。マジか。誰よそれ。顔はわからない。仮面をかぶっていたからね。実はこの写真を撮った時僕もあの世界に入ったんだ。そこで君たち以外の動いているやつを見た。そいつは僕を見つけるなりいきなり撃ってきた。そいつが奥村社長？おそらく。少なくとも僕は殺されかけた。こんなところで死ねない。真実を突き止めなきゃ、そう強く思った時あの力が覚醒した。そこは怪我の巧妙かな。こいつもペルソナを？この猫確かに喋ったよな。モルガナ、私たちに異世界のことを教えてくれた仲間。本当？信じられない。いや、でも事実、君たちは僕の知らないことも知っている。ねえモルガナ君、改心の手引きも君がしたのか？僕もあの世界を体験して、でもその謎だけはまだ解けていない。異世界、我が輩たちはパレスって呼んでるが、そこで欲望のコア、お宝を取る。それで取られた奴は改心するって寸法だ。そんな手口確かにわかるはずない。スカ、さっき話したやつ、そいつのせいでこんな目に遭ってんのかよ。方法は知らないけど、君たちがしているのはあくまで改心だ。殺人犯は他にいる。けど警察は怪盗団を犯人だと決めつけて、このまま逮捕する気だ。そんな私がお父様を殺したなんて。そんな間違いを見逃すわけにはいかない。だから僕と取引してほしい。僕なら君たちの状況を救えるかもしれない。取引？
真実への捜査に協力してほしい。断ったら？警察に話すしかないと思ってる。さっきの動画と一緒にね。脅しじゃねえか！何とでも言ってくれて構わない。これが僕なりに正しいと信じる方法だから。人の命を奪うことをためらわない悪党、そんなの僕の正義にかけて許せない。正義？君たち怪盗団の捜査を指揮するのは紗英さんだってことは聞いてるね。上の連中は事件の収束しか頭にない。精神暴走事件の犯人を捕まえてこの騒ぎを沈静化させたいと考えている。そんな連中がプレッシャーをかけるんだ。紗英さんは相当焦っているはずだ。俺たちがやった証拠はどうやって証明する気だ？司法の客観的解明がなくとも因果関係が認定されたらそれまでだ。彼女は正常な判断ができていない。追い詰められたら、そうだな、自白をでっち上げるかもしれない。でっち上げ？全部俺らのせいにすんのか？それもてめえらの勝手で。私たち人なんて殺してない。なのに捕まるの？捕まれば有罪、しかもかなり重い罪になるだろう。ふざけんな！何一つ納得できねえ。残念だけど僕一人じゃもうこの流れは止められない。だから協力？そう、代わりに君たちのことは見逃す。それが条件だ。もっともこれっきり怪盗からは足を洗ってもらう。どうする、明智との取引？そうか、かなり譲歩したつもりだったんだけどね。まあ今ここで決めなくてもいい。君のことだ。きっといい返事をもらえると信じている。話せてよかった。久しぶりに有意義な時間を過ごせたよ。君の答え楽しみに待ってる。今日はわざわざ来た甲斐があったよ。いろいろとね。そろそろ戻らないと。ってことでごめん、講演会はお開きでいい？もともと僕を呼んだのも情報が欲しかったからだろ。僕の方も要件は終わったから。適当に処理しとく。クソが！完全に向こうのペースじゃねえか。行くぞ。急にすみませんでした。急ぎの仕事が入っちゃって。それで申し訳ないんですけど、今日はこの辺で終わりに。講演会を予定していた時間には代わりに落語研究会による怪盗団の捜査、詳しいことは言えないですけど、でもまた近々大きな動きがあると思うんで、ぜひ今後も注目してください。本日のゲスト、明智五郎さんでした。本当にあれでよかったの？誠の提案、逆手に取られちゃったね。ああ、情報を引き出すつもりがまさかこんなことになるとはな。どうする、受けるのか？証拠を握られてるんでしょ？選択肢ないじゃん。くそ、どうしたらいいんだよ！落ち着け、リュウジ。落ち着けるわけねえだろ！どうすんだよ！こうなった以上、頭を冷やして考えるしかないだろう。向こうから連絡が来るまでに、こちらの態度を決めないとな。じっくり考えるか。今年の春にも同様の事件が相次ぎましたが、その後一旦は沈静化、ここに来て再び事件が多発しています。なお今回の事件では精神暴走を起こした容疑者のもとに
怪盗団から予告状が届いていたとの情報も入ってきており。なんで双葉のところにこんなもんが。今回の事件、予告状が届いたのであれば怪盗団の犯行と考えて間違いないですね。そうなると春に起きた連続事件も怪盗団の犯行ということに。やっぱりあいつ、なんてこった。まもなく体育館でゴーヤ祭を始めます。皆さん、ぜひご参加ください。ゴーヤ祭？よくわかんねえけど、メインはもう終わりなんだろ。別に誰からも誘われてねえし、帰ろうぜ。あれ、先輩、高野菜行かないんですか？せっかくですし、一緒に行きませんか？この手のものは楽しんだら勝ちって言いますし、勝たないとです。始まってますね。行きましょうよ先輩。さてさて、次は毎年恒例囚人制の主張です。の前に、今年はちょっと趣向を変えまして、サプライズイベントを用意しました。なんだダンス同好会の皆さん、カモン。踊らない方が浮いちゃって恥ずかしいんですよね。先輩、踊りましょう。1年の吉澤さんでしょ？ちょっとお願いあるんだけどさ。わかりました。やります。先輩、頼まれちゃったのでちょっと行ってきます。私のこと見ててくださいね。
けど楽しかったです。思わずノリノリで踊っちゃいました。ありがとうございます。さっきのダンスすごかったな。ねえ、私見入っちゃった。お父さんからです。遅くならないうちに帰ってこいって。すみません、そろそろ失礼しますね。ありがとうございます。大丈夫です。高野祭とても楽しかったです。一緒に行ってもらえたので。それでは。君の言葉。あなたの大丈夫は魔法の言葉みたい。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張。拍手。主張？こんなイベントがあるんだね。知らなかった。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。指名だって誰になるんだろう。そこのゆるふわパーマの女子、君に決めた。え、あの人こっち見てない？団長までお願いします。呼ばれてるよね。私お願いします。じゃあ行ってきます。お名前はって噂の奥村さんですね。マジかよ。なんか主張あります？主張ですか？たくさんありすぎて。じゃあ奥村さんには一つ質問を。この中に怪盗団がいると思います？怪盗団の正体気になりますよね。で、この中に怪盗団がいるかどうかどう思います？奥村さん。そんな、
ったね、高野祭。学園祭でもマスコミの取材みたいになっちゃったね。あそこであんなこと言うなんて全然予想してなかった。え？うん、あのままじゃ私何もできなかった。ありがとう、助けてくれて。あなたって不思議な人だけど頼りになるよね。あなたとだったら私これから先も大丈夫だと思う。なんてね、将来のことなんてまだわからないものね。明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだけどね。これあげる。さっき買ったんだけど。うん、帰りましょう。おかえり。途中でどっか行っただろう。探したんだぞ。いなかったから帰ってきたけど。双葉？なんで店の前に？頭冷やしてた。考えまとまらなくなってきて。明智のこととか他にもいろいろ。怪盗団超ピンチだから何とかしないと。でもそろそろ中に入ろうと思ってたところだ。ちょうどいい。行こう。最近何かとマスコミがうるさくてね。怪盗団対策未だならず、警察の体たらく、安全神話の崩壊、好き勝手言ってくれるよ。で、捜査の進展は？何か手がかりは？確信に至るものはまだ。どうなってるんだね。賞賛があるんじゃなかったのかね。失敗は許されないとも言ったはずだ。困ったね。このままじゃ君出世どころかここにいられなくなるよ。そんな。期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要があるのかもしれないな。最後までやらせてください。この事件は私がずっとずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別に話もつけてある。それが望みだろう。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけにはいかないのだよ。言っておくが、失敗は許されないからな。結果を出してくれ。わかりました。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。ああそうだ、不測の事態が起きたらすぐ私に連絡を。部長に。失敗は許されないと言っただろう。いい手はず通りです。ただいま。宗次郎。掃除してたらよ。出てきたんだ。予告状だろこれ。ネットに出てるもんな。勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよ。なんだこれ。それはうろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわけか。
んで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって思い出。説明しろ。説明。話せないようなことなのか。説明。おい、このままじゃ双葉が。俺は双葉とは話してんだけどな。単刀直入に聞くぞ。こいつは本物なのか。お前はその改心させられたのか。どうなんだ。お母さん死んで、ずっと出口なかった。心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って、でも自分じゃできなくて。双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。私の認知変えてくれた。マジかよ。認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。お前な、医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとか来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか脳天気に考えてたがな、店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ。総次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるな。当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのとなんか関係あんのか。最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。そこに来て双葉だ。事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。ふざけるなよ。世間じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ。私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗んでくれた。頼む、盗んだ。まさかこいつがお前を改心させた張本人っていう気か。つまり怪盗とつながってんじゃなくて、こいつ自身が怪盗だって。冗談もいい加減にしろよ。お前、本当にお前が怪盗なのか。嘘だろ。
総次郎。つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも双葉まで。どうなってんだよ。私、お母さんを殺した犯人見つけたい。殺したって。殺されたんだよ。私思い出したの。やめろ。なんで信じないの。宗次郎も他の人たちと同じ。知ってたんでしょ。お母さんの死に方普通じゃないって。気づいてたんでしょ。お母さんの研究誰かに盗まれたって。宗次郎、あいつが死んだ時確かに変だと思ったよ。妙に気なくせえってな。けど俺に何ができるよ。逃げるぐらいしかなかったんだよ。その果てがここでの隠居暮らしだ。お前を引き取ったのも要は自分勝手な罪滅ぼしなんだよ。お前が余計な苦労を背負い込んだのはほとんど俺のせいみたいなもんだ。別に宗次郎は悪くない。偉そうに説教を垂れて子供相手に怒鳴ってよ、姉妹に慰められてちゃ世話ねえぜ。笑えるだろ。っていうか悪いのは殺したやつに決まってるじゃん。そうか、安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも突き出したり追い出したりする気はねえ。第一、そんな話誰が信じる。お前らが怪盗だなんて説明できるわけない。現行犯でもない限り無理だ。ただ一つだけ言わせろ。勝てない喧嘩からすぐに手を引け。わからないのか。万が一若葉をやったのと同じ連中を怒らしてんだとしたら、子供がどうこうできる相手じゃない。聞き分けろ。いいな。もうこの話は終わりだ。飯にするぞ。大声出したから腹減ってしょうがねえよ。はあ、問答無用で通報される最悪の展開だけは避けられたな。けど今あったことはさすがに仲間にも話しておくべきだな。疲れた。勝つんだ、絶対。
けておこう。ごめん。新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている怪盗団の続報です。警察は怪盗団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、怪盗団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。見ろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことになった。そうかもしれねえけどよ。まあ、なんだ。気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることは、お前をかくまうことぐらいだ。絶対に。やけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。すげえじゃん。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか。漫画かよ。
実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームも、メジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城やまだらめは私やユウスケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨志田の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても故意に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの解散、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ、俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあんたけは春のこともあった、放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそー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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？ああ、ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。どうしたいかは決まったな、あとはどうするかだな。そうね。Thank you.
っちまっただろ。はめられてたとか賞金首とか意味わかんなくてよ。カッとなっちまって悪かった。お前もまあそりゃ混乱するよな。指名手配だもんな。俺鴨下に手挙げた時と何も変わってねえのかな。こんな俺でも誰かを救えるかもって回答始めたのによ。頼られんの嬉しくてさ、いつの間にか舞い上がってたんだな。正義のためなら何してもいいって。それじゃあ今まで改心させてきた奴らと同じだ。あいつらをクズ呼ばわりして、一番のクズは俺だって落ち。笑えねえよ。そうだよな。こっから変わっていけばいいんだよな。ありがとな。モヤモヤしてたの。すっきりしたわ。春とか双葉とか怖がらせちまったよな。謝っとかねえと。じゃあな。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。落ち着いて明日を待とうぜ。よーし。つけておこう。
悪党が正義を一つにやりたい放題など放置して良い問題ではありません。今になって対策を講じるなどと言ってるが対応が遅すぎる。我が党は今の時代の流れに取り残され、もはや時代遅れです。しがらみに縛られ沈んでしまう船ならいっそ壊してしまえばいい。私自らの手で、皆さんの手でこの混乱に終止符を打とうではありませんか。これ与党の議員なんですよね。与党分裂、新党結成って噂もあるし、こりゃ年末ぐらいに選挙になるかもな。俺今回は選挙に行きますよ。この人に投票します。お前今まで選挙行ってねえの。社会人としてそりゃどうかと。俺今まで政治に興味なかったけど、この議員なんかすげえじゃないですか。熱意があってちゃんと未来を考えてて、こういう人が総理になるべきっす。俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし、そうなるよな。捜査に協力しろって私たちに何をさせるつもり。そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとはかなり切羽詰まっているみたいだね。紗英さんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだろうね。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に証言を集める、悪くない手だ。警察は私たちのことを掴んでいない。逮捕できるわけがない。そうだね、君たちの正体にまで気づいているのは僕だけだ。だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着々と進んでいる。脳ガキはいい、本題を言え。単刀直入に言おう。紗英さんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは調べがついてる。え、そうなの？捜査機関の暴走を阻止するためか。その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それがそうでもないんだ。周りの人間が捏造を黙認するとしたら。警察がそんなことするってのか。信用されてるんだな。向こうは事態の収束が最優先だ。もはや犯人はどうでもいいらしい。そんな。腐ってやがる。僕の目的は真犯人を探すこと。それは君たちも同じはずだ。だが今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合無関係の人間が犯人にされてしまうか。唯一の解決法は紗英さんの目を覚まさせること。正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはずだ。そういうことだったのね。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。僕の正義が許さない。その気持ちはまあわかるけどよ。それに紗英さんを改心させることは彼女を守るためでもある。どういうこと？怪盗団捜査の責任者が紗英さんであると廃人課の犯人が知ったらどうなる？命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる格好のターゲットでもあるしね。どうだい、僕の話乗ってくれるかな。正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか。真相を突き止めるためには仕方ない。それに紗英さんを改心させるメリットはもう一つある。手を出すなという警告になる。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。すれば自分たちの不正まで表に出てしまうからね。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。
どういうこと？真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せって言うんでしょ。さすが。どうだい？お互い悪くない話だろ。誠、どうなんだ？よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで入ってる。お褒めいただけて光栄だよ。なぜそこまでするの？明智君にとって正義って何なの？最低な大人。そうだね、そいつへの反骨心が僕の正義の源だ。社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的で、ただのくだらない恨みだ。お前なんか私たちと似てない？うまく言えないけど、最低な大人のせいでムカつかされたこととかさ。似た者同士か。だから僕は君たちにこんなこと頼もうと思えたのかな。サエさんを改心させるって作戦、協力してくれるかな？ありがとう。内心ヒヤヒヤしてたんだ。君たちが協力してくれないとこの作戦成立しないからね。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。うまくいくといいんだが。まこちゃん。私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私が怪盗団に入ったのはね、お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないことを願ってたけど、バレスがあるのもだいぶ前から知ってた。なんで言ってくれなかったの？こんな自分勝手な理由。ただそれ以上のことは怖くて調べてないけどね。じゃあ下調べも兼ねて今から行ってみないか。いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。そうか、残念だな。このことをお姉さんに？もちろん話さないわ。ただ珍しく歯切れが悪いな。どうかしたのか？ちょっと今日は。じゃあ明日から始めるってことで今日はお開きにしようか。みんなごめんね。まこと、なんか変じゃなかったか？まあ仕方ないか。とにかく明日からか。うまくいくといいな。私にパレスが、しかも明智五郎って。じゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの？しかも奥村の時点ではもう異世界を体験していた。まさか。だって彼そんなの一言も。そういえば彼、あの頃から急に態度が変わったわ。明智君は一番大事な話をだんまり。同居する妹は怪盗かもしれない。もし本当なら陣頭指揮が効いて呆れるわ。私一人蚊帳の外じゃない。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、悪党は完全に野放しになる。だから私を狙ったと。自分の保身のためじゃなく。悪党が実在して、しかも怪盗団をはめようとしていたなら、次に狙われるのはこの私。それひょっとして誠の意見？考えすぎかしら。
気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたいね。でも負け犬の顔にも見えない。どうしてかしら。呆れた。まだ話せるみたいね。君、逮捕された時現場の男からお前は売られたと言われたそうね。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当なら、一つ推論が成り立つわ。悔しいけれど、ある時点から、いえ、多分最初から私は大飾り、後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限のものにだけ息がかかっていた。もしそうなら、本当の正義はむしろ君の側に。よし。いえ、結論を急ぎすぎね。まだ君を信じたわけじゃない。だからこそ確かめたいことがあるのよ。私は改心されたの。私のパレスに入ってから逮捕までに何があったのか聞かせてもらうわよ。